2011年フローレス駅踏切事故は2011年9月13日午前6時23分頃にアルゼンチンブエノスアイレス特別区のフローレス地区にあるフローレス駅で発生した踏切事故である。この事故は朝のラッシュアワーに発生した。サイエンスペーニャバス交通が所有する92番系統のバスはブエノスアイレス都心のレティーロ駅に向かって走行中だった。 バスの運転手は事故で死亡したが、ビデオ映像によれば、踏切の警告灯を無視し、部分的に下がった遮断機を押して、踏切内に侵入していた。また、衝突の瞬間が、駅備え付けの監視カメラによって捉えてられていた。TBA が運営していた、サルミエント線を走行中のブエノスアイレス州、モレエの行きの下り電車が、同駅横の踏切で、 踏切内に侵入していたバスと衝突した。衝突されたバスは駅構内に押し込まれてプラットフォームに激突。下り電車の先頭車両は脱線し、反対側のプラットフォームに停車中のブエノスアイレス都心の音声機域の上り電車に衝突した。電車の運転手を救出するのに2時間がかかり、100台の救急車と10台の消防車が出動し、 一部の負傷者はヘリコプターで病院に搬送された。バスの乗客11人が死亡、バスと電車の乗客合わせて228人が負傷し、同市内での列車、バス事故としては1962年のビジャ、ソルダーティ踏切事故以来最悪の死者数を記録した。電車の乗客の中には眠っていたところ、突然の大きな衝撃により床に叩きつけられ、負傷したものも、 複数いたという、ありがとうございます。